し長いな。討伐報酬受けて。いやドラクエ長いな、しかしようやってるよな。ようやってます。ベティもどんだけこすんの、もうほんまに。ベティずっとやってるんです。こいつスネ掘るんですよ。プレイ中に。どういうことどういうこと。いやーなんかね、強いボス倒しに行かへんかと俺が呼びかけて。ああまあまあまあ。4人組で行けるんですよ。うん、ほんなら残り3、別の3人がね、うん、自然と健康科学するの他の3人が、行く行くってなって、うん、で、ベッティその会話を聞き逃してたのに、うん、なんか5分後ぐらいに行きますとか言って、うん、まあ、言うてんのお前もうメンバー決まったぞって言ったら、えおかしいですやんみたいな。すねるんですよ、こいつ。ただ他のメンバーはよ、ロッシーとか。そうです、ロッシーとか。ロッシーか。はい。ロッシーと奥さんと。ロッシーの嫁？ロッシーの嫁。ロッシー嫁？どういうぼんやりした、もう何なんそれ。ロッシーの嫁、授乳しながらゲームしてるらしいです。超ゲーマー。マジで、はい、まあ、ちょっと誰か。哲也さんさん、ゴーサイン出してくれたら俺ら帰れる。全然もうゲームやんないんで、もう何のことか全然分かってない。そんなことにはゴー出せないですか、じゃあ。6ぐらいかな。しょうもな。マジですか。4ぐらいかな。 4？ すみません。可愛い顔で謝ったのに。弱。わかりましたよ。やりますよ。一日無駄にしますよ。そうして。じゃあもう一、まあほらまあ賞味なだってほら来週もあるからさ。今日のスケジュール見て悩んだんですよ。俺も。なんで。明日ごちゃまぜ、あじゃあごちゃまぜあっぱれやってますよ。サボるか。バイキングをサボるかどうか悩みましたもん。なあ、そうだ、バイキングかな。バイキングをサボって大丈夫やろ。あそこやったら。大丈夫、大丈夫ちゃいますよ。なんだよね。あそこやったら大丈夫やろ。許してくれるやろ。全然大丈夫ちゃう。こっちの方が全然サボれます。うわ。確かに。なんちゅうこと言うねん、お前。ラジオな、だって、お前。剣道小林のみたいなもんやんか、お前。全クールってどんだけサボったんや、あんた。いや、あれは、サボったんじゃなくて。3分の2、いや、4分の3来なかったやないか。え、そんなに？やむを得ず。ドラクエで？違う違う、それは。もう早い。違う、ほか。なんでやねん。もう言うけど、それはもう、どうのとと丸かぶりやからやないか、収録が。火曜日、湾岸におったから、こいつ一緒やったよ。お前もいたよな。いやいやいや、それでも最初の方は、2回に1回来てたのに、モンハン発売以降、全く来なくなった。いやいや、じゃでも、収録早めにおったから来てたやん。だからもう、あれはもうほんまに、そういうことよ。もう、収録終わって、俺、スタジオからダッシュで出てな。モンハンのバージョンアップが、行われた後、また来なかった。俺、そんなに、浸水してないよ、俺。カプコンの申し子じゃないよ、俺、全然。バサラとかはやってるけど。まあまあね、そうなんですよ。今日は頼みますわ。よろしくお願いします。仕方ない、やります。